やっぱりさ、飛ばしはロマンだから。そうっすよね、うん。ロマン。はい、まあ、飛んだらロマンっていうのもあるし、はい、飛ばしの動画はいっぱい回るから。ロマンだから。あ、そっちもロマンあるね。ごちそうさまです。飛ばしやります？やって。やっていいの？やってもいいですか？登録も聞いて。いや、やって。やりますか？うん。平井博明のワンラップゴルフ。なんかね、俺もね、ゴルフの YouTube 見ないわけじゃないから、うん、たまにおすすめみたいなの出てくるわけよ。うん、でね、230が250ヤード伸びたとか。うん、あるあるよくある。あるでしょ？あるよ。俺ね、うん、平均って捉えちゃ大間違いだぜと思うわけ。うん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 、平均20ヤード伸びたら、うん、とんでもないことだから。まあそうか。うん、一発のこと言ってんだったら、全然いっぱいある。ああ、そっかそっかそっか、そういうことか。うん。だから、うちもそれやっていいんだよね。やっていいよ。いいよね。うん。以前動画でですね、280ぐらいの方が、やっぱ300ぐらい飛んでたんですよ。で、その、センター表示で340だったんですよ。で、フロントエッジがだいたい320ぐらい。で、それの20ヤードぐらい手前だったんで、まあ、約300ぐらいですよ。で、1球目打ったのが280ぐらいなんですよ。20ヤードぐらい手前。で、2球目打ったのが、その20ヤードぐらい先の300ヤード地点ぐらいなんですけど、同じような当たりした同じような球で、右手のグリップだけ変えたんですよ。握り方を。そしたら、フラットですよ。フラットなんで、傾斜にキックしたとかほぼないし、うん。で、それだけ距離が変わったっていうのは、まあ、すごく影響は大きいなと思ったんですよね。結局、その、何ヤードから何ヤードに伸びましたっていう動画っていうのは、まあ、言っちゃうと飛ばしですよね。うん。で、それぐらい、要は飛ばした方法を動画で多分言ってると思うんですよ。で、ワンランプゴルフでは、そういうのって、緩まないでくださいね。しっかり力を入れてくださいね。ちゃんと振ってください。ヘッドを動かしてください。右手を使ってくださいって言ってるんですよ。それで飛ばしてくださいって言ってるんですよね。うん。ただ、その、やってることの細かく言うと、ポテトチップの袋を、ちょっと空いてないの持ってきてもらっていいですか。で、プロがやってるのってなかなか開かないポテトチップの袋をバッてちゃんと開ける。でも振って失敗する人ってバッて開いてボロ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 ってこぼれちゃう。縁以上を破けたことないですか。それ要は8割の限界、要は10割振って2割ブレーキかけてるのか、もう10割全開で振ってるのか、そもそも8割しかアクセル踏んでないのかとかっていう問題になってくるんですけど、その結局緩んでない、右手が緩んで方向を出しながらペローンって振ってたから280ヤードしかいかなかった。でも右手のグリップの中の空気を抜いて、要は密着力を上げてバチンと打ってあげたら、要は緩みがなくなって、しっかりとインパクト負けしないで振り切れたんで300ヤード飛んだっていうことがコースであったんですよね。ただそういうことを練習場でも常にやってあげた方がいいんですよ。そうしたら平均飛距離が上がることっていうのも出てくると思うんですよね。緩みって結構やっぱりレッスンやってると見るんですよね。自力でクラブを動かしてない。クラブの惰性でこうやってやってるような状態。それじゃやっぱ飛ばないですよ。うん、そういうのが結構あるんで、ちゃんとクラブを自分の力量内というか、この力内でパチッとこうやって制御して振ってあげることがすごく大事ですよ。それ280ヤード飛んでた方が300になったわけじゃん。もともと多分上手いはずじゃない、うん、だけどやっぱりそういう緩みというか、うん、少し出てきてしまうもんなんだ。まあ、コース行くとあるね。あの、その方だけじゃなく、うん、うん、ある。あるある。まあ、少なからずプロでもあるし。やっぱり、得意ホール、苦手ホール、広い狭いじゃなく、得意か不得意かで出る。ロケーション、見たロケーションで、めっちゃくちゃ広いけど、右ドック、左ドックでも、打ちやすい、打ちづらいってあるから。うん、そういうのでも、緩んじゃう時があるよね。そうなんだ。緩みたくないんだよ。
で、緩んだらダメって分かってるのに、緩んじゃう。なっちゃう時がある。そうなんだ。うん。それは、結構あるって言ったらあれだけど、あるね。ほんと上手い人でもある。うん。まあ、それこそその方がめちゃくちゃ上手いんだけど、うん、それでもやっぱその方でもあるぐらいだから。60代とか出す方だけどね、うん、で打ち直したら20ヤード伸びんだ。そう伸びたね。ほんと同じような球筋で同じラインに飛んでったんでね、うんうん、だから分かりやすかったんだけど、うん、あれはでも違かったな。1球目でも全然いいんだけどね。そうだね。280とか。そう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 。270、80は絶対いってるから、うんうん、2球目が良すぎたっていう感じ、ね、より良かったんだ、うん、パラダイム AI スモークのトリプルダイヤマックスっていうのを使ってたんだけど、うん、まあいいクラブですよ、あれ。打たせてもらったんだけど、打感もいいし、めちゃくちゃ柔らかかった、打感も。で、前トリプルダイヤってマックスなかったんだけど、今回のトリプルダイヤマックスあるんだよね。すっげえ優しいっすよ。トリプルダイヤなのに。で、これあんま言ったらどうかと思うんだけど、飛ぶ。いや、まあ打ちやすいし振りやすいから飛ぶんだろうね。ああ、はいはい。あのね、バランス配分がいいかもしれないね、ウェイトもね。めちゃくちゃ振りやすかったんだよね。すげえ良かったな。70の TX 打ったんだけど。5S でしょ ?5X、6S、6X、7S、7X、7TX、6段階上。打てんだ。でも、すげえ良かった、まず、そもそも確認したいのが、飛ばしに行ってるかどうかがポイント。その今飛ばしに悩んでる方、飛ばないって悩んでる方が、飛ばしに行ってるのか、コントロールしに行ってるのかによっても結果が変わる。例えば、飛ばしに行ってる方って、プラス10、20っていうのは結構出ると思う。でも、コントロールしてる方が伸びてくれりゃいいやだったら、5ヤードでもう赤飯だよね。それぐらいすごいこと。だから、その、爆伸びするっていうのは飛ばしに行ってる人のご褒美だから。だから、フェアウェイはすごく大事で、ただちょっと飛距離が欲しいなって言ってる人はほぼ伸びないと思ってください。うん。それぐらい簡単なものじゃないってことです。飛ばしって。でも今回はそのグリップの何密着力を高めただけで20伸びたの。そう。明らかに緩んでたからっていう。あ、そうなんだ。どうしてもちょっと最後の一押しが足りないとか、インパクトがちょっと張りがないとか、球のつかまりが悪いなと思ったら、ぜひ試してもらいたいのが、あの、右の、フィニッシュした時の右のグリップが大体こうなってるんですよ、みんな。アドレスこうやってるじゃないですか。だから、フィニッシュもこうなってるわけですよ。こうやって。うんうんうん。でも、こうなってる。大体。押してないじゃんって話。そう、だから、コントロールするときとか、ありがちなんですけど、多少なりとも、コントロール4で、飛ばしが6だったら飛ばしの方が勝ってるんで、そしたら、こうやって握り切ったまんまフィニッシュを取ると捕まりますから。で、そのグリップの中の空気感を変えないことがすごく大事。握り切ったまんまフィニッシュまで行くこと。そうすると、スピード感、力感がスイング中に変わりづらいですよね。要はグリップ力を抜いたり入れたりするんで、スイングの力感だったり、スピードっていうのが途中で変わって、イレギュラーが起こることがあるので、それは注意してもらいたいですよね。で、飛ばしに行くのにボールに近く立ってるとかなしね。もうそれはありえない。うん。だから、飛ばしたいんだったら、やっぱアークも大きくなって、力も入るんで、どんどん外の圧がかかるんで、多少なりとも普通に振ってる時よりも、アークは外になるんですよ。遠くなるんで。だから、ボールに近く立ってたら、それはヒール食いますよ。だから、振った時にヒール食う。それは開いてヒール食うのもありますよ。でも、それ以上に近く立っててヒール食いますよ。うん、そう。だから、まあ多少なりとも、こう、あんまやってほしくないですけど、イメージは遠側で打つイメージなんですよ。でも遠側で打つと折れますからね、シャフト。それだけ注意してもらいたいんですけど、こう遠くに構えて、こうやって遠側でこうやって打つ。そうするとフェースにガバって乗りやすいんで、飛距離が出しやすいよ。それをこう持ち上げられる力があればですよ。そもそも右手に力がなかったらペロンってなるんで、右行き放題になりますけどね。それだけは注意してくださいね。そう。だからとにかく当たった時にフェースをガーンって起こせなきゃダメなんですよ。飛ばせないんで。でも右手に力入れないんだったら、本当に平行線。起こしてあげてよ。こうやって。バチって。それだけでも相当変わりますから。
別にそれが左で補えるんだったら左でもいいんですけど、だいたい左でこうやりすぎてそのままこう引き抜いた状態になっちゃうんで、ちゃんとパチッ左でやるんだったらバーってちゃんとターンさせて、クラブに力を伝えてください。じゃないと飛ばせないんで。それぐらいやったら、もしかしたら100ヤード伸びちゃうかもしれない。ああ、もしかしたらね。今全然当たってないから。飛ばしは当たる当たらないじゃないってことなんですよ。それだけ分かってください。当たらなくても当たり前、当たったらラッキー。だって目的が当たるためじゃないから、飛ばしに行くためなんで、変な話一か八かのイメージがあってもいいんですよ。それぐらい一発飛ばしに行くときって家計みたいなもんなんですよね。あんまりこうまっすぐストレートボールで飛ばそうって、こう両方の欲をこう持ってこないのもいいですよ。中途半端になっちゃって。上がったっていいじゃないですか。飛ばそうと思ったんだから。そう。だから、多少リスクを背負ってでも、スピードを上げる意識を持って上げてください。それを練習場でちょっとトライしてみると面白いかもしれないですね。はい。で今回は、簡単に伸びちゃったっていうところです。ちょっと練習場でやってみてください。はい。気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後にご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフでは、オンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。